ファミコン全ソフト実況。ゲみんなで歌おう、ゲのゲ。今回はゲゲゲの鬼太郎妖怪大魔境。1986年バンダイさんのアクションゲームですね。さあデモ画面見ていただいておりますが、魔境、4つの魔境があるんですよね。クリア条件はこちら。音楽だけで持ちますよね、ゲゲゲの音楽。立ち面クリア。このゲームループするんですけど、ボスが8種類いまして、1面がねごとに、ボスがいるんですけど、そのボスが8種類いるので8面ということにしたいと思います。クリアしたことはないですね。事前に調べました。こちら、多分ね1面2面ぐらいまでしか行ったことないかな。このね中央にあるのがボスのお城、妖怪城。そして、ボスの妖怪城に行くにはそれぞれの魔境のどこかにある水晶を手に入れないといけないんですよね。でこれね4つの魔境があるんですけど、この入り口の形でこれ入るな、陽気魔境ポーズ。陽気魔境はね魂を10個集める、これね。あ、倒しちゃった。魂をね10個集める、これ倒す、敵を倒すと確か魂がね出るんじゃなかったかな。あれ出ないな、ほら出てきた魂を。でこれを取る、アイテム出た。あれ、あーやられた、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。魂を取る。敵を倒すの、魂を取るのは関係ないのか。ほんで脱出。ポーズ、なんかアイテムも、タンタタンタタン。でこれがこの上のやつが形的に言うとどの魔境かな、わかんねえな。こっちがね妖怪魔境じゃないかな。よしよしよし、妖怪魔境は敵を10匹倒す。オッケーオッケー。あ、これなんだ今の、砂かけババア。え、アイテムか今の。お、あ、ネズミ男いる。あ、下駄。あれだよね、よいしょ、リモコン下だね、リモコン下だ。セレクトボタンで使えるんだよね。ボス戦の時に使えばいいか。敵をあと6匹倒す。これ水晶玉出た、水晶玉。これを取って妖怪城に行くことができるようになるんだよね。 OK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 。 あと2匹、敵を2匹。お、オカリナ、これオカリナ取ると、あ、妖怪下だ、こっち。あー、危ない、あ、やられた、もったいない。脱出。あれ、あ、ボス、あ、違う違う、なんだなんだ今、なんだこれ、え、なにこれなにこれ。あー、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。難しい。コンティニューなし。あ、位置が変わってる、毎回変わるんだ。これ妖怪魔境、もう一回行こう。まずは一面クリアしないと話にならん。これ砂かけババアかな、違うのか。あ、なんかダッシュできるんだ。でもダッシュはリスクあるな、これ。あ、指鉄砲だ。
アイテム指でっぽ。あ、指でっぽ、ちょっとボス戦に残しとこう。指でっぽ、慎重に慎重に。結構難しいなこのゲーム。残り2匹。あ、オカリナ。オカリナはね、さっき言いよ、あ、なんか出たぞアイテム。危ない危ない。あー、またやられた。くっそ、これなんだ。あ、そうか、あれ1個は外れの出口だったのか。なるほどね。あとこれが陽気魔境、この下ね。魂10個集めるの難しいかな。こっちはなんだろうな。妖艶魔境かな、こっち。こっちの方が楽かな。陽気魔境、魂10個集めます。でもあれ煙が出てるからって魂とは限らないのかな。あ、下駄、下駄はちょっと使わずに行こうかな。あら、あ、砂影ババアだ。あ、じゃあ粉木じじいだ。あ、取れた今粉木じじい。うわ、なんか落ちてきた、見づらい、やべやべやべ。あ、なんか出てきた、来い来い来い。これ魂はあれでしょ、撃ったらダメなんでしょ。とにかく一面のボスぐらいは行きたいよな、早く。オッケーオッケー、魂魂、あとあと何個、あと2つ。敵を倒さなくても別にいいんだね。よし、あ、オカリナ、これどっちだ、どっちなんだろう。こっち、どうだ。よーし、でも水晶玉取ってない。結局この3つ目いかないといけない。これな、妖空魔境かな、妖艶魔境、ポーズ。妖艶魔境まずいぞ。これろうそく10本に火を灯さないといけないんですよね。これだ、これめっちゃ難しいわ。こいつを操ってでしょ、危ない危ない。こいつ当たったらダメなんでしょ。でもこの火は、お、ついた、よしよしよし、 こんな感じだな。よしよしよし、危ない危ない危ない。よし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 、あ、水晶玉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 、落ちちゃったやん。あった、あ、炎当たっても大丈夫なのかよ。なんだそうなんだ、炎は味方なんだね。オッケーオッケー、理解したぞ。ちょちょちょ、危ない危ない、炎早くついて。オッケー、あと4つ。いやー、ちょっと難しいな。あ、この記事、これ味方、こっちこっちこっち。よしよしよし、あと2つ、あと2つ、どこだ。これ砂かけババアかな。え、あぶねー、こっち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 、あとここ、あ、おかわりだ。よし、ゴール、どうだ、どっちだ出口。おーし、オカリナと水晶玉を取りまして、ゲーゲーで、これでこれ鬼太郎の家かな、鬼太郎の家に戻ると砂掛けババアが案内してくれると。さあ行きますよ。さあボス戦、妖怪城、これね、左ここで下に、あ、塗り壁が、おい、あの一瞬で終わりましたけど、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ、あのボス戦の左でしゃがむとオカリナ使えるんですよね。塗り壁が応援してくれました。さあどこ行こうか、まだ一度も行ってない、これ行こうか。妖空城、一旦もめんに乗って敵を倒す。妖空城、あ、これ難しいな。え、敵が早すぎるんですけど。え、
ける。意外に難しい。あ、リモコンゲタ。リモコンゲタ。あ、なんか出てきた。強そうなの出てきた。あ、水晶玉やった。あと5匹。危ない危ない。よし、あと3匹。一旦もめ。オカリナ、オカリナ、オカリナ。オッケーオッケー。よし、どっちだ、こっちか。どうだ。あー、外れー。これさっきも死んだよな。うわー、どっち、あっちに向かうの難しいな。あ、追いつかれた。何これ。さ、うわ、またこっから全滅しちゃうよ。しかもなんかこれ、ここでアイテム使えないんだ。うそー、この面めっちゃむずいやん。あ、ラスト一気やるか。ここまで調子よかったのに。また出てくるでしょあいつ。やべえな。ここ着地ポイント。よーし、倒した。脱出。水晶玉取ったぞ。そして砂かけババンとこ行って、ラストか。指鉄砲でまたさっきと同じパターンいくか。こうして塗り壁、塗り壁役に立ってない。塗り壁、いけるいける。あー、やられた。惜しい。チャラン。さあ、ラスト1機で2面目戻ってきました。しかし、オカリナ2つありますよ。いけるのか？しゃがんで塗り壁。危ない危ない危ない。指鉄砲。コナキジ。あー、コナキジジ。塗り壁の方が良かったー。さあ、3度目の正直いくぞ。またか。塗り壁役に立ってね。もう指鉄砲。私が。これ、避けて。もう一丁いける。どうだ、まだか。あれー、指鉄砲がトシランマになくなってる。惜しい。また最初からか。あ、この鏡強し。ギブアップ。2面のボス倒せませんでした。いや、でも面白い。ちょっとずつね、慣れてはきたんですけどね。粉木じじいは何の役名だったんだろうね。あとね、砂かけババアとかもいるはずなんだけどな。あと、ちゃんちゃんことかリモコンゲタって、あの十字ボタンでね、操作できるんですけど、私にはうまく使いこなせませんでした。ゲゲゲの鬼太郎、妖怪大魔境。いつの日か戻ってきたいと思います、この大魔境に。それではまた次のファミコン全ソフト実況でお会いしましょう。さよなら。乾杯です。猫娘どこ行った。